こんにちは、いちごタルトです。今日は諸崎港で船に乗って釣りをしたいと思います。前一回キス釣りをしてたと思うんですけども、去年の夏だったと思うので1年ぐらい経つんですけど、久しぶりに船に乗って本格的に釣りをしたいと思います。ずっと最近いろんなとこで釣りはちょこちょこやってたんですけど釣れてこなかったんで、今日は釣りたいんですけど、ちょっと今日はマダイを狙ってタイラマという釣りをしたいんですけど、時期が終わりがけであんまりお魚さん釣れないかもっていうことなんですけど、頑張って釣りたいと思います。じゃあ仕掛けとかも今回もキス釣りの時に教えてくださった方に教えてもらいながらやっていこうかなと思うので、仕掛けとかいろいろ教えてもらってから船に乗りたいと思います。スパイラルガイドっつって、今まではこの上向いてると全部上じゃないですか、はい、これで簡単。んでタイラバはこういう誘いがなくて、ただ単にこうやってゆっくり巻いていくだけ。ここの数字ね、見ててくださいね、巻きスピードが出るんですよ、はい、早く巻けばこの数字が大きくなります。うん、この巻きスピード、その時によって魚が食いついてくるスピードがあるんですよ。へー、うん、それを早く見つけて、うん、次回食った時のスピードを覚えておいて、そのスピードで巻いてれば、魚よく食いついてきますから。はい、うん、その日によって違う。違う。それであとタイっていうのはこの仕掛けが落ちていくじゃないですか、ずっと、はい、でね、魚ってこの落ちていくのを見てるんですよね。うん、そこから見てて、着いた瞬間、うん、このまんまにしておくと魚はこれ餌じゃないって見切っちゃうんですよ。へー、賢い、うん、動かないから。だから着底したらすぐにクラッチ入れて巻き始めるんです。すぐ、うん、それで結構ね、その巻いた瞬間に食いついてくることが結構あるんですよ。ともかく着いたらそのまんまにしておくと根がかりもしちゃうし、うん、魚に見切られちゃうから、ともかく着底をしたらすぐに巻き上げる。はい、これがタイラバの一番の基本で、同じスピードで巻く、はい、で魚がかかるとね、てか食いついてくると手先がこう手にも振動伝わってくるんですけども動きます、はい、その時に他の釣りだと合わせるんですけども、うん、タイラバは合わせないです。合わせない。そのスピードでずっと魚が食いついて、うんうん、こう穂先を叩いてても、はい、同じペースで巻き続けるんです。そうしないと違和感感じてすぐ離しちゃうんですよ。賢い。でそのうち本当にここに針にかかると、うん、穂先がグンと入っていきます、はい、そしたら本格的に巻き始める。そしたら早く巻く、うんうん、はい、わかりました。そんな感じが基本です。はい、うん、いけるかな。釣ったことない。釣れるといいけどな。本当にお願いします。どこだっけ、福井の海上釣り堀でやった時もタイが釣れると思いきや全然釣れなくて、最後の最後にイサキだけ釣れて、タイは周りにいた方がくれたんですけど、今日は自分で釣りたい。
タイだけに。もっともっとこっちに、もう太平洋に